年明け、うん、一応、まあ、30日も明けるつもりです。で、まあ、臨時休業として閉めるかもしれないです。まあ、その後は2日も明けるつもりでいます。で、レジが閉まってもレジの代わりになるようなもん多いと思って、ちょっとでも買いたいという人がいらっしゃったので、まあ、それに今ある分を売っていくかなと思います。正直こうやって潰されていってる人が多いんです。本当になんか本部に対して意見をしたりとかいう人はこういう風に潰されていくんやなっていうのが分かったんで、そう本当にウィンウィンの関係になれるようなそういう体制を作っていけるようにしていきたいというのがそれだけの願いです。